州内のノーサンバーランド郡の位置。郡内のローアーマハノイ郡区の位置。ローアーマハノイ郡区は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年現在の人口は1586人。アメリカ国勢調査局によると、ローアーマハノイ郡区の総面積は65.9平方キロメートル。56.8平方キロメートルが陸地で、9.2。 平方キロメートルが水に覆われている。2000年の国勢調査によると、ローアーマハノイ郡区の人口は1586人であり、634世帯486家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり27.9人である。691件の家があり、1平方キロメートルあたり12.2件の家が建っている。 町の人種構成は99.43%が白人0.38%が黒人内しアフリカ系アメリカ人0.00%がアメリカ先住民0.00%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.06%がその他の人種であり0.13%は根血である人口のセントは ラテン系である。全世帯の29.7%には18歳未満の子供が同居しており、67.5%は夫婦で一緒に生活している。5.0%は夫のいない女性が世帯主であり、23.3%は独身である。全世帯の19.9%は一人暮らしであり、9.1%が65歳以上である。 平均世帯人数は2.50人、平均家族人数は2.85人である。ローアーマハノイ群区の人口は22.2%が18歳、未満18歳以上24歳以下が7.4%、25歳以上44歳以下が28.0%、45歳以上64歳以下が26.5%、 65歳以上が15.9%で、ある。年齢の中央値は40歳である。女性100人に対して男性は104.9人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は103.3人である。町の1世帯あたりの平均収入は39,279ドルで、あり、1家族あたりの平均収入は43,750ドルで、ある。 男性の平均収入が31,183ドルに対し女性の平均収入は21,250ドルである。一人当たりの収入は17,097ドルである。人口の6.0%が極貧層である。18歳以下の住民の7.7%、65歳以上の住民の7.7%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。